はい、ネイティブインストルメンツマッシブ X の解説第3弾となります。今回は指定した波形を読み込む際のモードについて確認していきます。これらですね、見慣れない言葉多いかもしれませんが、大体の特性を把握しておくと、より素早くサウンドを作ることができるほか、このように備わっているプリセットからサウンドの意図を汲み取ってカスタマイズするという際にも役立ちます。それでは早速確認していきましょう。まずはこのスタンダード、最も使用頻度が高いモードで、選択した波形をそのまま再生するというものです。前回までの解説でも出てきていますが、高域を削るローパスフィルター、そして波形を再生する位置を指定することができます。このスタンダード以降が読み込み時の特殊モードとなります。まずベンド、これは前作のマッシブでも搭載されていました。このように波形の読み込み時を伸縮させてサウンドを変化させるというものになります。このフィルターは同じくですね、ローパスフィルターとなります。このベンドに対して動きを加えると。という方法も有効で、選択した波形によって大きくサウンドのキャラクター変わります。このベンドの強さ、ニュアンスを3種類から選ぶこともできます。現在はストロング、最も効果が強いサブモードとなっています。次にこちら、ミラー、ハードシンク、ラップとありまして、これはオシレーターシンク系のサウンドになります。オーソドックスなものですとこちらハードシンクになります。まずオシレーターシンクですけども、実際に演奏されるピッチ。これと異なる周波数を発生させて、強制的にこの周波数を同期させます。これによってサウンドに変化を与えるシンセサイザー定番の手法です。このレシオで周波数を決定します。オシレーターシンク独特の雰囲気を持ったサウンドですので、聞いたことがあるという方も多いかと思います。このようにですね、パラメータを固定で使用する方法、もしくはですね、このようにエンベロープで動かすと、この逆の動きもありですね。このようなサウンドを作り出すこともできます。このセカンドレベルに関しては、波形の再生を繰り返す際、2回目の繰り返しの増幅を制御します。左に回すと、このように1オクターブ下のサウンドが鳴ります。サウンドを少し太く強化したいといった際に有効なほか、これに対して動きを加えてニュアンスを作るというのも面白いかと思います。そして同じくシンク系のこちらミラーになります。このグラフィックでも示されている通り、波形の前後を読み込むという特殊なモードです。まず冒頭に説明したベンド。も備わっており、レシオによりこのような、独特のサウンドを得ることができます。オシレーターシンク系最後のモードがこちらラップになります。特性はハードシンクに非常に近いです。レシオでシンク具合を決めていきますが、このように LFO を使用して、というような動きを加えても面白いかと思います。この動きのニュアンスもハード、ソフト、グレインなどから調整可能です。そして次のモード、フォルマント、ART、ゴリラ。この3つはフォルマント系に属します。まずオーソドックスなフォルマント。ボーカルのピッチ修正ソフトにもよく備わっていますけども、人間が発する言葉の各母音の周波数特性のことを表しています。ピッチ修正ソフトですと声のキャラクターを変更したりしますね。これを動かすと、人間の声のようなニュアンスも与えることができます。このフォルマントを上げていきますと、俗に言うミッキーマウス効果ですね。このようなサウンドを得ることもできます。これもですね、波形を変えたり、エンベロープの動きをつけると、サウンドの印象も大きく変わってきます。このセカンドレベル、シンクでもお伝えしましたけども、下げていくと、1オクターブ下のサウンドが加わってきます。この2つの組み合わせで、サウンドを作っていくという形となります。また、マッシブ X に備わったパフォーマー、これを適用して、拍やビートで効果を設定すると、このような面白いサウンドを作ることもできます。そして次のモード、ART。これはフィルターのバンドパスに近い効果を得ることができるモードです。このピッチがフィルターのカットオフに近い効果を持っていまして、このように上げていきますと、
サウンドの周波数がカットされていくという感じです。このウィズスはカットのニュアンスです。この2つの組み合わせでサウンドを作っていくと。フィルターとは一味違ったニュアンスといったところが特徴です。そして次のモード、ゴリラ。グラフィックが非常に印象的で気になっている方も多いかと思います。ゴリラの叫び声のような荒々しいサウンドを作り出すことがコンセプトになっています。このオーバーでゴリラの効果の強さ、さまざまな波形に使用することができますが、シンプルな波形で使用すると最も効果が高いと推奨されています。トライアングルあたりにしておきましょうか。このようなサウンドとなります。またこのベーシックの中にバナナという波形が用意されていまして、このようにウェーブテーブルを変えたとしても特に波形に変化は出ません。このあたりですね、ゴリラと相性がいいんじゃないかなと推測されます。ベンドはこのオーバーが上がっている時、フォルマントのような効果を生成します。まさにこの部分がゴリラの雄たけびといった感じですね。このあたりをですね、 LFO で動かしても、面白いサウンドが得られるかなと思います。先ほどのパフォーマーもこのあたりと組み合わせてもかっこいいですね。またこのオーバーとは別にキング、カン、コングと3つのサブモードが用意されていまして、下に進むほどサウンドがさらに荒々しく太くなります。太いリードサウンド、ベースサウンドを作る際にも非常に向いていそうです。この下は位相の内部比率を変更してサウンドのニュアンスを変えることができます。このような形、典型的なゴリラサウンドを実現するには2倍の比率が推奨されています。そして今回の最後、残されたモードのこちら、ランダム、ジッタとなります。この2つはノイズ系のモードになっています。まずランダム、周波数やウェーブテーブルをランダム化するモードです。演奏してみますと、このようなノイジーなサウンドです。まずこのノブですが、この左ですね、この種類によってサウンドの効果大きく変わります。このような形ですね。このジッタノブはそのランダム量となりまして、効果の深さを調整します。これらを組み合わせてサウンドを作っていきます。 LFO などを加えてもこのようなサウンドを作り出すことができます。そしてこちらジッタ、電気信号の乱れを再現しまして、選択した波形のサイクルの終わりにランダムな変化を加えます。このフィルターは他と同様にローパスフィルターになっています。このジッタは効果の強さ、そしてこのサブモードからはランダム化の頻度を調整します。 J1 が最も多く常にランダム化が入ります。 J2 は32サイクルごと、 J3 はさらに頻度が落ちまして128サイクルごと、このような形。今は分かりやすく J1 にしておきましょう。この下からはランダム化の変化ニュアンス、これらを駆使してノイジーなサウンドを生成します。これを使用してサウンドに味を与えるという方法も有効です。まずこのボリューム低めに設定します。オシレーター2の波形を混ぜていくと、少しアタックを遅めにしてリリース長めにとって柔らかい印象にしましょう。ジッタのノイズが全くないときはこのようなサウンドですけども、これを少し加えるだけでも グッとサウンドに味が加わります。はい、といった形で今回マッシブ X に備わっている豊富なモードを解説してきました。全てを完全に覚えるというよりは、シンク系、フォルマント系、そしてノイズ系などですね、
カテゴリーごとのサウンドニュアンスを押さえておくだけでもグッドサウンド作りやプリセットからのですね得られる情報量多くなるかと思います。ぜひこのあたり意識してサウンドメイキング楽しんでいただけたらと思います。この動画が参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。